はい、皆さんこんにちは。今日の動画のテーマはミドルゾーンでボールを前に進めるです。ベースとなるフォーメーションは 1-4-1-4-1、 対戦相手は 1-3-4-3 です。それでは解説を始めます。今回の動画は6つの場面を作成しました。まずはポジショニングを確認します。相手の3トップにディフェンダー4人で対応、10番6番8番で相手の5番6番に対応します。どちらも数的優位となります。相手の3バックと両サイドの5人に7番9番11番で対応します。数的不利となります。相手のユニットはこのような形になります。サイドのエリアを有効的に使っていきます。また相手のファーストラインを中央から突破することも有効的な選択肢となります。ボールホルダーがファーストラインを越えるようにボールを運びます。3番と7番がワイドに開いています。ファーストラインを越えたピンクのエリアでボールを受けられるようにサポートします。ワイドの3番5番のサポートも大切となります。6番にボールを渡します。相手が素早くプレスに来ます。相手に触られないようにボールを動かします。相手の5番6番の間のパスコースを作り出します。一瞬の隙をつくこととなります。ボールを9番に渡しボールを進めます。相手の4番がプレスし、相手6番が挟み込みに来ます。ボールを受ける前に周りを見て状況を確認します。ボールを奪われないように素早く判断しプレイを実行します。8番がボールを受けます。相手の連続したプレッシングを回避しながらボールを動かします。中央へのパスコースを作りながらボールを的確に動かしていきます。それでは 3D の映像を見ながらイメージを膨らませましょう。2つ目の場面はサイドを利用する場面です。ボールホルダーの4番が相手のファーストラインを越えるようにボールを運びます。ライン間にサポートに入ります。その動きの合わせて相手が閉じてきたため、サイドの3番にボールを配球します。ボールを運び相手の11番を引きつけます。ラッチライン沿いの7番へのパスコースの選択肢を持ち、中央へのパスコースを探ります。サポートもラインを越えたエリアへの飛び出しも試みます。7番に配球します。素早く相手がプレスに来やすいのでサポートを早くします。ラインの突破も大切ですが、ボールを失わないようにします。テンポよく相手のプレスをかわしていきます。常にプレイの選択肢を持ちながら相手にプレイを読まれないようにします。パスコースは必ず2つ以上を持ち、2コースにパスが出せるようにボールを保持し続けます。最終ラインを突破したら素早くゴール方向へ進めます。それでは 3D の映像を見ながらイメージを膨らませましょう。3つ目はボールホルダーが相手の9番に向かってボールを運ぶ場面です。相手の9番に向かってボールを運びます。3番2番が高い位置に移動し、7番も高く位置取ります。相手9番を引きつけライン間にサポートします。10番6番8番9番となります。ワイドの3番5番のサポートも常に取ります。5番にボールを渡しファーストラインの突破を試みます。相手7番が対応したため、7番を超えるエリア、セカンドラインを超えるエリアにサポートします。6番、2番のサポートにより、8番へのパスコースが空きボールを渡します。ラインを超えるパスを受けたら、相手が素早くプレスに来るため、ボールを失わないようにボールを動かします。相手コートに入ったら、積極的に相手の最終ラインの背後のスペースへボールを配球できるように準備します。
その動きによりサイドがすくため確実にボールをゴール方向へ動かします。時間をかけずにタイミングを合わせてラインの背後へ走り出します。ボールを積極的にペナルティエリアへ侵入させます。それでは 3D の映像を見ながらイメージを膨らませましょう。4つ目はボールホルダーが相手の9番に向かってボールを運ぶ場面、その2です。相手の9番に向かってボールを運びます。10番6番8番がセカンドラインの前のライン間でサポートします。その動きから相手7番が中央をケアするポジションを取りました。5番にボールを渡し動かします。相手7番が縦方向からプレスをかけられました。サポートを素早く行いラインを突破するエリアにサポートします。確実にボールを受けられる6番2番がパスコースを作り出します。状況に合わせて判断しボールを動かします。11番にボールを配球します。外から中央へ移動となり中央へ向きながらの受けになり中央へのパスコースを意識しながらボールを保持します。一気にラインの背後へのパスコース、安全に動かせるパスコースを作ります。6番にボールを渡しボールを保持し続けます。ボールを前に運び相手を引きつけます。最終ラインの間を通すスルーパスを選択肢に持ちます。最終ラインの手前のライン間でのサポートを行います。積極的にボールを前へ配球していきます。それでは 3D の映像を見ながらイメージを膨らませましょう。5つ目は相手11番にボールを運ぶ場面です。ボールホルダーが相手11番に向かって進みます。3番が開き6番がライン間へ動きます。セカンドラインの間に10番6番がサポートします。相手11番はサイドに開いた3番のパスコースを切りながらプレスに来ます。その対応を確認して素早く10番の外側へボールを配球していきます。ボールを相手に取られないように運び出しゴール方向へ振り向きます。ライン間とラインの背後のスペースへのパスコースをイメージしボールを動かしていきます。3番へボールを渡し相手を引き出していきます。相手の8番がプレスに来たため7番がサイドに開きパスコースを作り出します。そのパスコースを意識した守備を相手8番がしたらすかさずインサイドの10番にボールを渡しラインを突破します。ボールを受けて積極的にゴール方向へ動かします。相手の動きの状況を確認してシュートチャンスができやすいエリアへのパスを選択していきます。ペナルティエリア付近では積極的にボールを背後へ配球していきます。それでは 3D の映像を見ながらイメージを膨らませましょう。6つ目は相手の3トップが積極的にボールにプレスに来た場面です。相手9番がボールホルダーの4番に、相手11番が3番に、7番が中央にスライドしてくる状況です。ライン間でサポートします。距離を短めにして確実に受けられるようにします。
10番にボールを渡します。相手が素早くプレスしてくるため素早く回避していきます。相手の狙い通りにボールを配球したためサポートを早くしボールを失わないようにします。連続してテンポよくボールを動かせるようにサポートし続けます。ボールを受ける際は常に相手仲間の位置を見てパスコースや空いているスペースを確認します。この場合も選択肢を2つ以上持つことが大切です。相手に読まれてしまっていたらすぐにパスコースを変更できるようにします。9番が背負ってボールを受けました。サポートを素早く行います。相手の連続したプレッシングをよく見ながら空いているところにボールを動かしていきます。ファーストタッチをどのようにするのかがとても重要です。中央でのパスを続くとサイドが空いてきます。それを有効利用していきます。中央でのパスコースを作りつつボールをサイドに動かします。2番にボールを配球します。素早くボールを前へ動かします。それでは 3D の映像を見ながらイメージを膨らませましょう。皆さん最後までご視聴いただきありがとうございます。動画を見ていいなと思いましたら高評価をお願いします。またチャンネル登録もお願いいたします。皆様の高評価、チャンネル登録が動画を作る心の支えとなっております。ぜひよろしくお願いします。